どうも皆さんこんにちは。苦手な食べ物は納豆と梅干しです。そして苦手な食べ物はハッと出ないですな。ありがとうございます。すげえ。そしてパクチーです。ということで企画お願いします。ダメだね、企画嫌いなものダメだね。なんかテンション上がんないね。なんかね、パクチーそんな言うほど食うシーンあるか。帰宅部島はですね、やっぱ村人さんと動物で活気のあふれるね、やっぱ島作りっていうのをしていきたいんですよ。本日はアップデートで追加されたヤギを連れてこようの会でございます。よろしくお願いいたします。なんだっけ、動かないプレイヤー、まあ、つまり撮影をサボってるプレイヤーにですね、突撃をするというですね、習性があるらしいんですよね。もうサボるときちゃんと動いてサボってるから。ジャンプしながらね。ピョンピョンしたからね。そしてヤギさんはね、ジャンプでどっか行っちゃうんですよね。小屋も作っていかないといけないわけですよ。はいはいはい。そう、完成させてあげようかなと思っております、はい。よろしくお願いいたします。はい、先生。はい。一つだけ皆様に悲しいご報告がございます。あれ、どうしたんですか。俺についてきてください。何なんかしたやん絶対。うわ、終わった。そっち飛ぶ系。何したん。保護区に来てください。保護区にね。これ飼ってますから、僕らのウーパールーパー。全滅しました。あ、まさか。マジで。デスポーンですね、多分。いや、違うと思う。逃げたと思う。多分シンプルに湧き潰ししてないから、ドラウンドを相手と戦って全員消えた説。うわ、そういうこと。あ、戦う習性あるもんね。イカとかつつくやん。デスポーンしないの、ウーパールーパーって。多分一度手なつけたら消えないと思うよ。いつ消えたかわからんから、確かにデスポーンの可能性もゼロじゃないな。マジかよ。うわ、あんだけ結構頑張って捕まえたのに。これもうただのいけんなったよ、もう。はい、やば。てかよくタイタン黙ってたね、ずっと。いやいや、昨日だもん俺知ったの。あ、そういうことか。うわ、これもう動物保護区ですから、やっぱうちらの島は。あ、まあその死因については諸説ありますけどね。もしかしたらウーパルーパーバケツで救うだけじゃ消えるかもっていう。確かに。なるほどね、確かに言われてみればそうだ。視聴者さん、もしよろしければちょっとこれなんじゃないっていうちょっとコメントお待ちしております。よろしくお願いします、はい。ヤギさんはその二の舞にならないようにね。じゃあちょっと行きますか。そしたら敵モブだからその辺にいるのか。敵じゃねえけど、まあそうね。敵モブかわいそう。敵モブじゃない。急に敵扱いされて。ごめん、俺の方が顔敵です。いたドラウンド投げられたんだ。ドラウンド取られてた。危ないということで、今日のカズさんのサビ具合ででーん。まあ前々回ですね、こちらカズさんの銅像を作ったんですけども、はい、ちょっとまだサビ具合が足りてませんね。結構時間かかりますねこれね。多分ね、この砂漠のお好みになった気がしなくもない。ちょっと行ってみよう。マジか。ちょっと行ってみよう。ジャングルの手前とかに確か俺見た記憶あるの。じゃあちょっと行ってみる。ちょっとジャングル行くのが全然読み込まれないなこれ。あ、でヤギいるよ。いや、ヤギさんいるよ。ヤギさん見つけたんだけど。え、早いんだよな。あの砂漠のところだよ。砂漠にヤギいんの。いや、砂漠の一歩手前。その辺多分カズさんのヤギ小屋があるから、ね。うわ、カズさんの脱走兵これ。へだと思う。多分ね、まだね、動画撮ってる時には動画上がってないけどね。監禁されてないから。うん、うわ、カズさんの脱走兵だこれ。脱走って言うな。100億層だ。もうめちゃくちゃいるもん。そしてヤギさんめっちゃ牛どついてる。いや、見ちゃダメでしょうね。すごい、鶏肉とか落ちてるもん、ヤギの近く。見ちゃダメだ。これ見ちゃいけないやつだねこれね。うん、何も見てないよ。いやー、これちょっとね、これはちゃいますねこれは。じゃあちょっとこれは一回見なかったことにして。何も見てない。じゃあ私もちょっと行きますか。これ読み込みされないのはこれもうやばいよね。危ないな。エリトラで飛んだこの跡が読み込まれてる。おはまる。いやー、読み込んでほしいよ。一生読み込まれたいなこの企画。絶対おはまる。おはまるじゃん。キヨキヨ今。あ、いたお疲れ様です。お疲れ様です。さあ着きました。やっと着きましたね。ちょっと読み込みとかがされてなくて、結構ここに来るのに時間が沼りましたが、じゃあちょっと探しに行きますか。ヤギの助を。あ、三角あった。あ、三角あるね。Yes, we can. あった、いいね。直から探しますか。いるんかな。まあ、いるはずだよね。いてくれ。羊ちゃんは今んとこいらっしゃいますけど、ね、アップデートプレビューでこういうところ見たな。大原も合流。あー、そう、大原いるとこにいそう。でも全部羊だな。
羊だね。カズさん、カズさん乱獲したんじゃない、もう全滅全滅、もうアップデゴ全滅ヤギの価値高めようとしてるいや、わかんない、ヤギ争奪戦するかもしれん。いや、闇が深すぎるいやなかなかいらっしゃらないみたいですね。いやでももうこのスタートラインには立てたからさ。まあそうね、うん、まあ、そういるいるじゃん絶対。絶対いる、あとは探せば、うん、あとは探すだけ。来い来い。どうやってただ連れて帰るかね。どこの辺は、この辺は羊ちゃんか。お、あれは、あ、あれだったか。なんで俺と羊二人やヤギ間違えんだ俺と。いや、なんかもう明らかに立ってんだよ、もう色も全然違うよ遠くで見るとなんかね、なんかいると思う。遠くで見るとね、ヤギに見える、実は双眼鏡ではタイダイだったわっていう。うん、ズーム使うとタイダイだった。いや、マジか、これいらっしゃらんくらい。お、あー、草か。お前もう来るとこまで来たないや、もうもう草はやばいでしょ。いや、あのヤギのなんかすげえもじゃもじゃしてるからさ、これがヤギに見えた。これぐらいの距離にあってもらうのはね、困るよね、ちょっとね。移動させるとなると、アルカパ、アル、アルパカ一回ちょっとログアウトしよう。そのもう完全に読み込みがもう古いのかもしれない。来い、さあ来た、さあ、さあ来た、さあ来い、ゲラ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 。さあ、読み込みが全くされない、読み込みが全くされないということは、これはラマが、ラマじゃないわラマはいいな。ヤギが、ヤギさん、ヤギさん来てちょうだい。うん、あ、あれ、ラマちゃんですね、ラマですね。手伝う、作戦プラン B 抜けました。さあ来い、マジで。あ、今僕入ったよ。あれれ、ね、さっきいたラマじゃねえかこれさっきいたラマな気するぞ。会ったことある、会ったことある、この面構え。覚悟違うんだ、覚悟違う。いないね。来い、山頂だ、俺は今山頂にいる。一応字幕オンにしとくか。確かに。頼む。あ、ただ乳酸額っつった？うん。あ、マジで？うん。どこ座標？2000の2300。もうすごいとこ行ったね。2000。行ったね。いいね。素晴らしい。そうそう、夜か。夜っすね、これ。ただ山頂？山頂？いや、山頂じゃない。あ、寝てる。山頂じゃないか。やっぱ山頂じゃないところにいるのか。いたぞー。1体。3体、なんというこのできたヤギたヤギトリオ来て、ヤギトリオ。これあれじゃない、これあの神様がさ、スポーンエッグポンポンポンってやってくれたんじゃない。本当のやつやんそれ本当に神様やんそれ。その神様見てた可能性あるよ。いた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 、うごめく人発見。お、大体やめろよそれ怖いな、うごめく人。はい、お疲れ。デルトラクエストみたい。新鮮な、新鮮なヤギさんでございます。いや、空気まんまやんけ。いやいや、新鮮な、お疲れ様でございます。あ、でも動いてないとどつかれるからね。どつかれるから適度に動いて。あのヤギさん、あ、ほんとだ、ヤギが鳴くっていう右下に出るわ。あれオンにしてると。じゃあちょっとどうしますかね、これ。今2000の2500いるわけでしょ、俺ら。これ運んで山小屋はやばいっす。やばいよ、ね、やばいっすね、これ。ここまで来ちゃったらもうゲート作りたい感あるけどな。ゲート作って道やってみたいなことだよね。多分死んじゃう可能性もあるから怖いんだよな。ここはリスクだよね。ちょっと一回作ってみるか。どうせ大丈夫。これ火どうやって助けようか。じゃあかまど、この意味で、ね、ロープ持ってね。あー、持ってた。ナイス。持って、ちょっと一回様子見に行く。ちょっと行って、二人と、まあまあまあ、ちょっとこのヤギたちは無視して、うん、一回ちょっと見に行きますね、どういう感じか。大丈夫かどうか。そう、大丈夫かどうか。さあ、到着しました。うわー、うわ、最悪やん。お前が来てる。やばい。バカロ、戻れ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 。おお、危ねえよ危ねえよ。危ねえ、早く早く止めて。あ、タケ出てるこれ。マジか。どうせ、いや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 、どうせ。いや、こっちにね、こっちに入ってきちゃったよ、俺。どこに出た？で、玄武岩デルタっす。あ、でもちょっと。やばい。ガスする、ガスする、ガスする。ガスする、ガス。
やろー、倒しに行く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 、倒れ倒れ、あばよ、落ちろ、一発で処した、素晴らしい、またつまらぬものを倒してしまった。すいません、一発は嘘つけました、実は2発でした。そっか、船、あーそっか、あれ船も一応まあ使えるっちゃ使えるけど、まあでも段差は乗り越えられないもんね。かなり険しいけど行けなくはないのかな。いやー、ちょっとあんまり現実的じゃねえな、この道。現実的じゃないか。赤森通る上に繋がってないな。あー、マジか。まあ、行けなくはないけど、死ぬ可能性がまあ大体5割はありそうっていう。高いな。安全にあるんだったらもう陸地になるけど。今からあの近くの山岳行ったら許せずない。知らんけど。なるほどね。さっきのところね。さっきのところ。ちょっと戻ってみるか。願うっていうあのね、モーションに入りましたね。これちょっと現実的じゃねえぞってなって。重そうね。いないね。いないかー。あれ岩盤の上ってどうなん？運べなくね。下に下ろす方法がないかな。やっぱりその。リスクを取る方が偉いっていうことにはなりませんから。ええ、それはもちろんですよ。それはやっぱり守るべきものがありますから。そうそう、ここで2人連れて行こうとして死んでしまったらもうそれはもう大事件ですからね、はい、ちょっとカズさんのちょっとあのヤギさんをちょっと様子見ると、まずはい、まず表情を伺って、でちょっとあの帰宅部と連れてこさせていただいて、ちょっと餌をあげるっていう、そうやって、あ、お子さん生まれたらじゃあそのお子さんをちょっと責任を持って育てさせていただくっていうのはどうかっていうね、今ちょっと喋ってましたね。いや、まあまあお子さんを連れてくるっていうのがやっぱ一番いいんじゃないですか。あ、3匹のお子さんを産ませて連れてくる。ああ、それいいかもしれないですね。あの僕がですね、今到着した山もヤギさんも死ぬほどいらっしゃいますね。もうゼロ。ただそちらへ連れていく手段が非常に危険という。なるほど、うん、これはちょっとカズさんのちょっとこうね、お子さんというかなんというか餌あげてみます。ちょっと一番平和ではあるからね。そうだよね。ちょっとこ、いや、あのさ、違うよ、リスク取った方がいいみたいな、そういうんじゃないよね。危ないから、その死んじゃったら命はそんなね、軽いもんじゃないから。そう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 、それありますよ。カズさんワールドで命の話を学びましたと。今の1時間はカットです。カットはダメでしょ。ちょっと使うなよ。カットはない。頑張ってる、ほら頑張ってる様をね、ミルダム視聴者さん、ほらもうさ言ってます、学べる配信ですと。頑張ったと。もうフレシャグで使ってほしいけど。映画やん。いや、これ映画ですよ。この1時間2分とかって俺切れるかもしんない。いや、なるぞ2分ぐらいに。何が。いや、わかんないけどね、もうそこはわかんないです。そうですよね、ということで、ちょっと待ってね、ちょっと待って。あれ、タイタイは？いや、ボート作っておいた。あれ？いる？俺いつからだ俺。え？どうした？あれ、これいつからだ？おい、おい、嘘だろ？いや、わからん。いつからかわからん。マジでわからん。え？ストッピング。途中で止まってた収録が。おいやー！ちょっと待って、いや、違う、待って待って。いや、いや、違う、ごめん。途中まで止めてます。確実に。どこまでですか？いや、だから、帰宅部島に着いたぐらいは、多分回してたんすよ。でも帰宅部帰ってくるとこまで取れてマジでよかった、うん、まあそうだね。辛いとこやっぱ取れてないってのはやっぱきついから。もうなんかもう1時間全部止まってましたと思う。どうしてくれようかと思って。あのミルダムから逆輸入してもらって、あの、いや、まあまあ確かにね、そういうことよ、確かにね。もうちょっともうレイさんもメンタルズタボロだよ俺。今日の動画いろいろあるんだよ。メンタルズタボロだよ俺。もう無理だよ。再生不可だよ俺。でも無理だよ女の子。一番おもろかったっていうか、一番だったのは俺が止まってましたって言った時にヤギにどつかれたこと。タイミングよく。これは面白い。ここでちょっと繁殖させていただきます。そしたらじゃあちょっと、じゃあお二人、このお二人、このお父さんとお母さん、ちょっと、ね、いいですか、はい、じゃあどうぞ。ああ、いいですね、いいです。ああ、いいね、いいですね。長い間話して、
あ、オッケーオッケーオッケー、これでどうだ。キョキョ YouTube、 おお、奥さん、わあ、かわいい、ちっちゃいのかわいい。奥さんはダメだ。奥さんじゃない、あー、いいですね。あ、乗っちゃって、乗っちゃって、あ、あ、取られた。あ、お二人ちゃん、お二人ちゃん、じゃちょっと僕もボート作るから、ボート。やばいやばい。めーっつった。あー、じゃあ、ちょっと、いろいろありましたが、じゃあ、もうこれで平和に行きましょう、平和に。平和に行きましょうか。乗れ、乗った。あー、いいね。あ、大原め、あ、あなたのやぎたいように飛んで帰ってたと。いや、飛んで帰ってたんですけど、これ階段ないとダメっすよね、これね。確かに、ギョギョさん、もう爆速階段作り男行ってきますよ。爆速で、せめて俺たち運んでるってこと、まあまあいいや、俺滞在してるね、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 滞在してる、センキュー。爆速階段隊、これさ、大丈夫、おいおい、ね、途中で落下とかしない？まあ、下海だからね。まあ、ポチャンってなるだけか。じゃあちょっとこっち連れていきますか。じゃあちょっと俺、爆速小屋選手権しとくわ。やばいやばい、やっぱりね、到着した瞬間に作れてないとやっぱ怒られますから、やっぱりこの体育会系 TV。 さあ、牢獄だったらこれはすごい、これやばい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 、もう来た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 。さあさあ、ちょっと待ってね、やばいやばい、どうしよう、やばい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 、ミスった。ちょっと下手におしゃれにしすぎて、なんかちょっと怖さ雨になってきました、やばい。縦の長さが足りねえ。いいんじゃないですか、ちゃんと作ってた、うん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、お褒めに授かりました、預かりました。やばい、ヤギ、ヤギ、ヤギさん、町ですか？町です、もう怒ってます。町ですか？何町って言ってたよ。っつって。じゃあヤギさん、一回こちらちょっと入れさせてもろって。うん、もうめちゃくちゃ怒ってるよ。怒ってますか？オッケー、ちょっと待ってくださいね、少々お待ちくださいね。ちょっと今 AD キョキョ働いてます。 AD キョキョ、サウンドで怒涛の銘が鳴ってる。これで飛んで出てこないかな、これだけ。さあどうだ。なんか良くない？これ飛ばないの？これ大丈夫だ？とたまに出そう。たまに出そう。最悪な家。オッケー、さあどうだ。ほら、ほら。あ、オッケーオッケー。で、ここ、あー、小屋っぽい。あれ、ボンさんだ。すごい小屋っぽい。どうですか、どうですか。いいんじゃない、簡易的な。いいんじゃないですか。おお、つた邪魔。マジで大変でした。急行といろんなとこ行ってね、道も検証して。そう、リアル多分6000ブロックぐらい余裕で移動してる。移動して、なおかつキヨキヨのミスで動画撮れてなかったり、まあ、いろいろあったね。1時間半ぐらいなんか駆け巡ったりしてですね。お二人さん、その説はすいませんでした。いやいや、ご邪魔されてました。いやー、もう本当にね、今日はご視聴ありがとうございました。なんかすごい達成感あります。カズさんのちょっと里親になったのにもかかわらず達成感すごいあります。なんかよかった、無事動画がなんか終わってよかったです、本当に。命を失わずに終わりましたね。本当によかった、よかった。ということで、ご視聴ありがとうございました。あ、どうした、脇つぶし、脇つぶしないと、脇つぶし。確かに大事大事大事。ああ、こう失礼してた。え、あ、もう出そう出そう。危ない。出そう出そう出そう。